坪内ウチ道展は愛媛県伊予郡群中町出身のプロ野球選手、コーチ、監督。1936年から1948年までの登録名は坪内道のり。松山賞から天皇寺賞に転校し、立教大学に進学するも中退。1936年に大東京軍の結成に参加。これには同郷だった。 筒井義武の誘いがあったと実朝で述べている。1944年には選手兼任監督を務めた。住職であった弟が出征し代わって住職を務めたことと、1937年試合中の鎖骨骨折により長兵検査で予備要員に留まったため、一度も戦場には赴かなかった。1946年にゴールドスターで選手兼任監督として、 プロ球界に復帰。1946年には25試合連続安打を記録し、当時これが日本記録とされたが、実は前年に野口二郎が31試合連続安打を達成しており、1949年までそれが判明していなかったための幻の日本記録となった。坪内は9月6日の阪急戦で4打数無安打に抑えられ記録を止められたが、 この時の相手同士は野口二郎である。1947年5月3日、日本野球連盟より、阪神の若林忠と共に、日本国憲法交付記念の特別表彰を受けた。表彰では野球名人と称えられた。1948年9月12日、南海ホークス戦で、日本プロ野球初の戦試合出場を達成。 その16日後の9月28日9、A フライヤーズ戦で、やはり史上初の通算1000本安打を達成。当時はこれらの通算記録を祝福したり表彰したり、する習慣がなく、どちらの記録もシーズン終了後公式記録員に、聞かされて知ったという。これをきっかけに連盟による戦0愛試合出場、1000本安打の表彰が行われるようになった。 1949年に助監督兼野手として中日ドラゴンズに移籍し、球団名が名古屋ドラゴンズとなった1951年限りで現役を引退。引退後は名古屋中日で監督、ヘッドコーチ、二軍監督、両長兼コーチ、西鉄でヘッドコーチ一軍打撃コーチ、ロッテで二軍監督を務めた。西鉄コーチ時代は、 王義明の打撃を強化した。1992年に野球殿堂入り。1997年9月16日に心不全のため死去。83歳坊ひ髭が濃く、正気様の愛称があった。また、影浦進むと松山賞、立大で親しかったことから、影浦の武勇伝の多くを後世に伝えた人物でもある。 ドラゴンズが3度目のリーグ優勝を果たした1982年 TBS の人気番組ザ・ベスト10に出演したことがある。自身が寮長を務めていたドラゴンズ合宿所からの生中継で当時、松尾が大ヒットしていた女性リオ・アミンとの共演となった。名古屋球場がドラゴンズの一軍本拠地としての役目を終えた1996年末、同球場で行われた。 中日対巨人 OB 戦では、巨人、別所竹彦との合計156歳の対決に球場が湧き返ったが、恒例のため打席後方で、領長時代の寮生だった牛島和彦が、坪内の即代走を務め、坪内が打つと同時に牛島が一塁へ走った。なお、坪内は翌年成去したため、これが最後の晴れ姿となった。 ジャニー北側の父帯同と面識があり、一時期マネージャーをしていた。そのためジャニーとも面識があったという、ありがとうございます。